警察によりますと、今日午前7時ごろ、長崎市文京町付近で男が包丁のような刃物を持ってうろついていると警察に複数の通報がありました。男の行方を追っていた警察が正午前に西浦上小学校付近で目撃情報の特徴と似た男を発見。男が刃物を持って歩いていたと認めたことから身柄を確保しましたが、その後の調べでコンビニエンスストアで万引きをした疑いが強まり、警察は男を窃盗の疑いで逮捕しました。調べに対し男は万引きしたことを認めているということで、包丁は別の場所に置いたと話しているということです。これまでに児童や生徒の被害は確認されていません。